冬から春になったような自然をイメージしました。で、自然は皆さんの心に響くかなと思ってやりました。気に入っている部分はこの川の流れです、はい、小川です。自然を一生懸命表しましたので、こちらにいらして癒してください。今回おひな祭りも近いということですので、上司の節句というテーマで作りました。文化というものを大切にしたいと思いましたので、その辺を気軽に身近なものを利用して、ご節句というものの中に和食と、またそのどんなお花を飾るかとか、そういったものを取り入れていただきたいという思いを込めて作らせていただきました。ぜひ土日、明日、明後日と足をお運びいただければと思います。体験教室などを通して学んでもらうとか、あるいはいろいろこの中には、花のお店ですか、これも20店舗ぐらい出てるんですよ。まあ、好きな花を買っていただくとか、会場は茨城で生産されている花を中心にたくさんこう飾ってありますので、まあ、ぜひ見に来ていただきたいと思います。